ケメロボ市電はロシア連邦の都市、ケメロボ市内を走る路面電車。2020年現在はトロリーバスとともに公共株式会社のケメロボ電気輸送会社によって運営されている。ケメロボ市内を走る路面電車はソビエト連邦時代の1940年に開通した。開業直後に勃発した第二次世界大戦時には、 男性従業員のほとんどが徴兵され、女性従業員により午前5時から翌日の午前2時までの長時間の運行に加え、戦争による負傷者の輸送や軍用品の輸送など過酷な運用を余儀なくされた。終戦後は路線延伸が続き、1973年時点で営業キロは 100km に達したほか、窒素肥料工場と隣接していた。 従来の車庫の移設も実施された。また1970年以降は、トロリーバスも開通しており、運営組織も従来のケメロボ路面電車部門から、ケメロボ路面電車、トロリーバス部門に改められた。ソビエト連邦の崩壊後は、経済の混乱やモータリゼーションの進展により、運営が混乱となり、一部系統の廃止も、 行われたが2005年に運営権がケメロボ電気輸送会社に移管されて以降は改善傾向を見せている。同社は2011年にロシア連邦内で最も優れた都市電気輸送企業の上位5社に認定されているほか、翌2012年にも世界の優秀な公共交通機関事業者に与えられる国際交通機関賞ゴールデンチャリオットを受賞している。 トロリーバスを含めた1日の平均利用客は15万人、年間利用客は約6000万人を記録している。2020年現在、ケメロボ市電では以下の5系統が運行している。運賃については2008年以降何度か値上げが実施されており、2020年時点での基本料金は20ルーブルである。2019年の時点でケメロボ市電で使用されている。 営業用車両は78両であり、以下の形式が存在する。これらとは別に、ケムズ限定前には、開業時に導入され、大祖国戦争を経て1949年まで、使用されていた二軸車のケー型をもとに、製造されたモニュメントが2016年以降、設置されている。ありがとうございます。